皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。それでは今日もソメダとトレーニングやっていきましょう。今日はダンベルを使ったアームカールやっていきます。肘はしっかり体の横よりもちょっと前に置いたところで固定をしていただいて、ダンベルを上げて戻して、肘を曲げて伸ばしてという風にやっていきます。上げたり下げたりするときに肘も一緒に動いてしまわないように、肘はしっかり固定したまま動かすように意識をしてやっていきましょう。ソメダは15回3セットでやっていますけども、ダンベルですとかご自宅にダンベルがない方は 500ml のペットボトルなんかでもいいと思います。15回ではなくて20回でも30回でも構いませんので、ご自身に合った重さと回数でやるようにしてみてください。で、今ソメダがやっているように上げ切ったところで小指をですね、内側にぐっと絞り込むような形でちょっと手首をひねってあげると、よりですね、上腕二頭筋、力こぶの筋肉を使うことができますので、試してみてください。だいぶソメダの二頭筋に効いてきたみたいで、ここからがね、しんどくなってくるところなんですけれども、しんどくなってからがトレーニングですので、最後3セット目頑張っていきましょう。3セット目は一番上げ切ったところで一瞬ダンベルを止めています。このように上げ切ったところで一瞬止めてあげることで、より負荷が強くなってきますので、ちょっとね、楽になってきたという方ですとか、ダンベルがなくてなかなか重量を上げられないという方は、このやり方を試してみてください。最後ね、だいぶ筋肉が熱くなって痛くなってきますけども、そこでやめないように、しっかりしんどくなってからやりきるという意識で頑張ってみてください。はい、お疲れ様でした。